今10号線にいますよ。今からね、あの美味しいたこ焼きをね、食べに行きたいと思います。実はですね、ここのたこ焼きさん、なんだっけあれ、何ソルトやったっけ、オリーブやったっけ、なんかね変わった味があるんよね。そうですね。で、全種類買ってちょっと味比べをしてみたいと思います。皆さんね、あの食べたいのがあったらぜひ来てね、食べてくださいね。でこれ10号線をこれ神田方面に向かうよね。そうですね。ね、まあ、ざっくり言えば大分方面。ざっくり言えば大分方面ね、中津方面ね。中津方面ね。で、ルミエールがあるんですよ、神田の。そこのとこにあります。場所はすごく分かりやすいですよ。道沿いにあるよね、15線のね。はい。もうすぐかな。もうすぐよね。近いかな。ここから右折レーンに入ってください。横橋市街の方にね、はい、行ってくださいね。角にエネオスがあります。その先にあのスシローとかありますね。このマジックっていう、利用のところ、ここにたこ焼きって書いてますね。これです。ここになります。はい、じゃあ今から行きます。少し言うと出し終え前ですか。じゃあね、はい、定番のソースから食べてみようか、はい、何があるかだっけ。ソースと醤油と塩とオリーブソルトかね。オリーブソルト、うん、じゃあソースから食べてみようね。これ1パックが390円よね、はい、で3パックと1080円、うんうん、で俺たち4パック頼んだけ1080円プラス390円で、ちょっと安いんよね、はい、ちょっと安い。全部で1470円か、うんうんうん、おおすごいね、うまそうやね。いいね。じゃあ一個一個、うん、食べてもらって。結構でかいよね。でかい。大玉って。そう。でマヨネーズちょっとあのタダでつけてくれるんやけど、俺はちょっとね味祝いたいけ断ったよね。マヨネーズの味はちょっと。そうそう。うん、だけあのマヨネーズ好きな人はいくらでもねかけてもらえるんで。うん。どうなの？ソースだけど。うん。ソースが。うん。コクがあって、うん、さっぱりする。あ、マジで。ちょっと食べてみよう。うん、ちょっとこのやつ。タコの大きさが。くどくない。あ、マジで。うん。ほんと浅いでしょうね。うん。うん。あ、なんか独特のあの、うんうん、なんやろ、後引くあれっていうのはないね。そうそう。なんか、ね、ちょっと香りが良くない。香りがいい。ね。いいね。うまい。へえ、これあれやか。結構人気やもんね。人気やった。どんどんお客さん来て、ね、もう一個一個丁寧に焼きよったっけね、うん、やっぱ亭主の方がね、うん、仕事が丁寧やけ、うん、なんかね Google で一部ではなんか不愛想とか書いてあったけど、うん、全然そんなことないよね。そんなことなかった、ね、ちゃんとしたね、うん、職人がたきの、うん、説明してくれるね、いい方やったりね。いい人やった、うん、じゃあ次食べてみようか、はい、とりあえずこれを締めてもらって、はい。醤油いってみようかね。うん、はいはい、おお、やっぱ違うね、ちょっとね、うん、ちょっとね、薄い感じで、うん、じゃあちょっと食べてもらって、はい、おお、一見なんか味がついてなさそうなね、うん。青のりと醤油が合う。あ、マジで、うん、ちゃんとしたうまいうまい、あの出汁が効いとん。効いてますね。あ、マジで、食べてみよう。タコの下味もちゃんと効いとる。あ、そうなん、うん、へ、削り粉もね、うまいよ。うんうん、ほんとね、ね、うん、美味しいですよね。またこれソースと全然違うね、味わいがね。うん、何個でもいけるやつ、うん、こっちさっぱりしとね。さっぱりしと、うん、こっちも結構さっぱりしてたけど、うん、こっちもさっぱりやね、うんうん、いいね。全然これすげえ、うん、うまいやつね。うめえ。じゃあ次が、はい、これを締めてもらって、ね、塩をね、いただきましょうかね。じゃあちょっとこれを取って、はい、これ塩です。うん、おこれまた、ね、なんか本当なんかあれやね、うん、あの焼いただけの感じのあれやね。あ、でも
これか、これが塩やか。そうそう、あの塩をかけて、またさらに削り節と青のりをかける作業だったんですね。へえ、そこだけは手込んでます。あ、本当。やってみましょうか。うん、ちょっと食べてみて。こんな、うん、いいね。どんな感じ？うん、素材の味、まずはね。あ、本当。で、うん、削り粉とかの青のりのいい香りがして、お塩が効いてくる後で。あ、本当。そう、ガンじゃなくて、うん、じわってお塩。へえ、うん、ちょっと俺も食べてみるね。うん、本当だ。あ、本当だ。これあれは素材の味が相当わかるわ。うん、あ、生地がだから美味しいですよね。あ、でもこれ塩、あ、いいね。塩いいですね。うん、生地いいね、ほんとね。これ生地うまいやつじゃないとっていい、うん。こんなことできんやろね。うん。うん、あの変な味になってから、そうそうそう、まずなるやろね。あっさりやけど、ちょっと塩のパンチがじわじわ効いてくる、ね。うん、これうまい。あ、ほんと、塩の味がじわじわくるね、これ。じわじわ、ね、うん、うまいね。うん、うまいね。この塩もうまい塩なんや。ですよね、結構、うん、なんかちょっと細かい感じの、そうやろ、うん、なんか違うよね、うん、あ、これは人気出るわ、うん、時間が夕方5時から夜の11時まで、うん、で、なくなり次第終了、うん、あ、終了、うん、もうそれは17時までやってない可能性があるね。あるね。ね、相当だって車がボンボン来よったもんね。そうそうそう、うん、そんなに来るっていうぐらい、うん、で、できても8年ぐらいぐらいって言ってますね。って言いよったよね。うん、ちょっと、えらいこの竹串がいっぱい刺さったんやけど、これはちょっとこっちに、うん、やってもらって、こっちもやってもらって、こっちもこうね、味比べやけね。全部こうだけ、あの季節限定でカレーとごまごまってあったんやけど、ごまごま、それはもう季節限定やけ、かわいいったよね。これが一応定番なんで、はい、いつ行っても買えるやつなんで。これがオリーブソルト、これもなんか違うね。うんうん、ね、またこれも違う感じ。これはだけもう、うん、塩とオリーブをかけてたから。ああ、やっぱオリーブオイルかけよった。あ、かけてました。あ、かけよった。へえ、ね、ちょっと食べてみようか。うん、ね、こんな感じで。おお、いいね、うん、へえ、うまそう。どう、うん、塩コショウになってて、うん、うん、塩コショウな、塩コショウっていうか、あの、その塩と、うん、粒の粗いコショウのコショウ風味が効いて、うん、ちょっと、うん、まあ大げさに言えばイタリアンな。マジで、たこ焼きで、うん、オリーブのせいかちょっとイタリアン。あ、マジですごいな、それ。ちょっと俺も食べてみよう、うん、あ、ちょっといい感じの味になってる。あ、本当。あ、これがオリーブ、あ、かかっとるね。そうそう、かかっとる。見ますかね、皆さん。うん、いい感じやね。テカテカ。テカテカ。うん。うん。本当だ。ね。これイタリアンやわ。イタリアン。イタリアンやわ。もう全然本当にイタリアンやわ。これ皆さんが、うん、想像するよりイタリアンですよ。うん、うん、うん。これはうまい。本当。美味しい。胡椒が効いとうね。うん。ピリ辛ですね。うん。これあれやね、あのソルトのやつより、あの、結構スパイシーっていうか、うんうん、ね、塩も効いて、これお酒に合うかもね。合いますね。ね、うん、全部合うんやけどね。うん、全部合うね。う、うん、酒の種類変えてね、うん。やっぱこれワインやか。ワインな。そうな。間違いない。お酒ちょっと俺ビールしか飲めんけどね、分からんじゃね。うん、俺はあんま飲めない、ね。なるほどね、はい。いいね。多分ワインだな。うん。試してもらいたい。うん。まあ全種類紹介したんで、あの皆さんね、お好きなものをちょっと、うん、食べてね。そうですね、ね、人気があるんで、うん、あのたこ焼きの粒が大きいんでね、うん、8個入りやかな。8個入り、うん、いいね。